では先行スターゲイズ高校キャス8小節2本レディーファイト。ここに立って立って恐怖ともなる。だけどお互いにソウルを燃やす。自分のできた限界ボールも壊す。だがお前のスキルじゃ俺に遠くを呼ばず。それだけで十分。だが俺は今日は徹底に勝つ。その自信だけを持っている。音に乗りだけじゃなくここにも刻め。はっきり言って UMB の重みを知らねえ。いやそう知らねえから自分の足を運ばしてここに来た。 UMB だぜ俺はしっかり上げに来た。バトルになればしっかり目を見たいだけ。お似合いな名前二回戦負け。アッシービート鳴りやまねえから踊れ遊べ。お前が逆に一回戦負けて意外性がねえから実際負けんだよおめえ。そこんとこ分かってない幼稚向け。はっきり言って一言表紙抜け。それだけだぜごめん煽りプレイじゃなくいいんだけだと思って縛りプレイだと思ってもいかにやべえか。まるで時代受けじゃねえ。みんな必然に分かっちゃうぜこのヤバさ。よ後半の畳みかけで何を言ってるかそれすらも分からなくてただ音に乗ってるタイだけ。お前が何が言いたいか俺はまたビートの上に乗せ遊びたいだけ。これが俺のプロヤバめな方を見せてくプロ。えひょビュート当たれて俺はマジ感謝。打ち抜くバババババババランシャ終了。いい試合ナイスバトルナイスバトルです。ジャッジいきたいと思います。好みで選んでください。いきましょう。先行スターゲイズ高校キャス。あもう一回聞きます。チェッカリ片手のみです。片手のみと声を片方に。いきましょう。先行スターゲイズ高校キャス。延長もう延長です。うん、ま、マイクも使わずに変えてください。これは延長の価値もあるでしょう。全員が決まるまでとは言いませんが綺麗に分かるまでいきたいと思います。ビートいきたいと思います。延長ビートはこれだ。ああじゃあこのビートでいきたいと思います。打って勝って先行がキャス高校スターケース8小節2問です。延長戦やり合ってください。レディーファイト。よーやっぱ延長がいいよな。でも一発で決めなかったとは言わずにまたマイク握った。俺がまるでここのピンチヒッター。わらめん調子ならどう。俺な上に上がる本気だぞ。相手が誰だろうが容赦しねえ。悪いが竜今日は死ねえ。Yeah, ありがとうお前がそう全力、yeah、否定することはないでちゃんと改善。だけども俺がそうさ全て変えれる。ピンチ切ったベンチに帰れ。それだけでいい。俺の勝ちは決まり。だけど一言俺よりスキルがないね。力尽きる相手眺めての指くわえて。よよ俺がなんでベンチに帰れ。このマイク金稼いで天使にかける。俺はこのマイクビーズ合わせ Why don't you check out on fire。 あははお前との相手間違いなくただかましてる。バイブスは高めだぜ。お前と当たれて本当に嬉しいぜ。確かに優しさは天使みたいだな。ベ天使にならない方がいいと思うぜ。でも天使釣ってるけどお前背負いたいんだろ。ランドセル背負ってる意味がねえだろ。いやバカだれそのアンサーで十分。ランドセルでも背負っとけよ。天使に羽が生えたって言っとけ。それだけで OK。 ごめんお前に回線負け。終了。判定いきたいと思います。先行キャス高校スターゲイズ。まずはスターゲイズジャッジいきたいと思います。レディージャッジ勝者スターゲイズキャスにも大きな拍手。